東洋学園大学は、東京都文京区本号1-26-3に本部を置く日本の私立大学である。1992年に設置された。大学の略称は略さず、東洋学園、ティグ、都学など。時代の変化に応える、大学、国際人を育てる、大学、面倒見の良い大学を理念とし、豊かな教養と、国際感覚を身につけた。 社会人の育成を教育目標とする。なお、付属校、系列校を一切持たない。グローバルコミュニケーション学部、人間科学部、現代経営学部の3学部4学科と大学院現代経営研究科を設置。2014年度より1年間の海外学部留学が必須の国際キャリアプログラムに力を入れている。 現代経営学部の学生が企業の協力を得て仏教寺院の活性化に取り組む山岳寺連携活動を行っている。創立は1926年、東洋思想学者実業家である宇田直によって本郷区元町53番地に設立された旧正東洋女子司会学専門学校が前身である。以来、 二千八百4名の女性司会使を用に送り出したが、第二次世界大戦末期の空襲で被災し、ついで戦後の学生改革により、女子の司会戦は、歯科大学への改装を認められず、九百五十年に閉鎖された。同年、女性の社会的自立の手段を歯科医学から、英語、英文学へと転換した、東洋女子短期大学が設立され、五十六年間にわたって、 約3万名の卒業生を育成した。2008年度から大学院現代、経営研究科現代経営専攻が設置された。2013年度より学部を再編、グローバルコミュニケーション学部、現代経営学部、人間科学部の3学部となった。2014年度入学生よりキャンパスを再編し、グローバルコミュニケーション学部と現代経営学部が、 東京都文京区にある東京、本郷キャンパス、人間科学部は、千葉県流山市にある千葉、流山キャンパスに設置された。また、2016年度入学生より、全学部が4年間東京、本郷キャンパスで学ぶことになった。学部大学院短期大学部附属機関、委員会、代表的なクラブ、代表的なサークル、名称、フェニックス祭合合祭り時期、 毎年10月中旬の土、日場所、東京、本郷キャンパス国内大学本郷キャンパスの、フェニックスモザイク1961年完成建築家、今井賢治によるデザインで2007年春工の新一号館に、引き継がれた東京、本郷キャンパス千葉、流山キャンパス。ありがとうございます。